生物をプロエボリューチャンネル、いつもご覧ご視聴ありがとうございます。久しぶりのサーフセッションの動画ですね。今回はね、前回と前々回とね、フライボーイジュニア、僕のね長女と長男のサーフ体験、お送りしました。結構ね多くの皆さんに見てもらってありがとうございます。今日はね、この水族館、大洗アクアワールド水族館の前のポイントはね、サイズが頭前後あるのかな。ちょっとね午前中潮の加減でつながり気味な波が多かったんですが、今潮が引きから上げ始めて、乗ってきてるので、この潮の上げ込みを狙ってチェックしていきたいと思います。で現在のね茨城エリア、大洗エリアの水温の方が、みんなね、まあ晴れてればもちろんトランクスタッパーとかで行けます。でちょっと曇りだと、まあスプリング、ロンスプあたりでできます。で今日みたいにね、このどんよりね雨がチラチラして曇ってる、こういう日、こういう日はね、みんなサーファーの姿を見ると結構シーガルとかでやってる人が多いです。まあ水温の方まだそこまで冷たくなってないので、まあロンスプ、スプリングぐらいがね一番こう体も冷えなくて、長時間やる方には、そのウエットがいいと思います。さて波チェックしていきましょう。おお、ちょっと少しよれてますが、これのねたまに入ってくるセットが結構パキッとして、サイズも頭オーバーあって、ちょっとねオフシュア面もよくてチュービーな波がブレイクしてるみたいですね。ちょっとセット待ちましょう。このレフト、そっから行け。もうちょっと奥すぎたかな。おお、向こうのレギュラーライトもサイズあります。ちょっと早めだけど十分いい波です。ここでやりましょう。今日はエメリサーフボードの5、7ハーフの板でやりたいと思います。サイズがねセットで頭オーバーあるので、今日はトライフィンでトライしたいと思います。なんちゃって。あ、やっと桶にラインナップしました。なんかミドルのね結構水がこう集まってきて、結構パワーのあるミドルセクションが結構はまるんですけど、そこだけ超えちゃえばね桶は結構ね間隔が長いので、セット待ってたまに切れたセクションがあれば、まあ2発ぐらいはできるかなと思います。結構サイズありますね。
told you what to chase. Told you how to run the race. Every move was on the page. But I didn't like their way. Had to fight and misbehave. Had to find a way to change. Had to leave to find my way. Caught up in a daydream. I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong? What fame brings? But success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself. You won't understand it. All alone, that's okay. People, I can't stand them. They don't want me to change. Keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am. はい、皆さんお疲れ様でした。今日はね、久々の、サーフィンセッションっていうことで、アクアワールド大洗、大洗の水族館の前の海で、ポイントでね、サーフィンしてきました。思ったようにね、波サイズがあって、まあ、頭オーバーぐらいのね、セットが入ってきて、ゲッティングアウトでね、ミドル付近が結構掘れてね、水が集まって、ちょっとハードにブレイクしてくるセクションがあったんですが、そこだけ超えちゃうとね、沖は結構、セット間隔が長くて、そこまで食らわないでね、波待ちすることができましたが、まあやっぱり波は難しかったですね。本当に大洗水族館前のポイント特有の水の量が多くて、フェイスがすごくボトムまで、テイクオフしたトップ、波のトップからボトムまでが結構長くて、しっかりね、レールをしっかり入れながら、面も硬いので、ターンをしながら行かないと、やっぱりレールが弾かれてしまって、思うようにターンが伸びなくなったり、レールが食ってしまったり、してしまうことが多い、ことが多いです。ことが多いっていうかね、まあちょっと話まとまってないんですけど、まあ今日はね、久々にサイズのある波でセッションできたので、結構やりましたね。今、夕方5時ですね。海入ったのが大体、まあ、3時前ぐらいなんで、まあ1時間半ぐらいはやったと思います。まあこんな感じで今日は、久々のサーフセッションで、サイズのある波でできて、気持ちよかったです。結構ね、巻かれたので、海上がった後にね、鼻水ジュルジュルでしたが、今はね、鼻声もなくなりました。通常のね、フライボーイに戻りましたんで、まあこんな感じで今回は動画の方終わりにしたいと思います。もしよければね、ツイッターの方もやってます。インスタの方もやってます。飛田剛で検索してもらえると、全部ね、Facebook もツイッターもインスタも全部ね、ヒットすると思いますので、ぜひね、そちらの方もいろんなね、つぶやきとかいろんな情報とかアップしていますので、YouTube も重ねてお願いします。さあ、それでは次の動画でお会いしましょう。 See you!